追加点。フランスいきなりの2対0。ジルー、これ打つモーションまでの前が北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね。はい、しっかり決めてきましたね。そうですね。